安室奈美恵約1年後に引退へ。2018年9月16日をもって引退することを20日公式サイトにて発表した歌手の安室奈美恵が26日報道陣に向けてコメントを発表した。安室奈美恵写真ゲッティイメージズ、一部マスコミの過熱報道にお願い。関係各位マスコミの皆様へと題し公式サイトにてコメントを掲載。先日引退発表をさせていただいてから一部マスコミの方で詩人である家族やスタッフの自宅、職場などに過度な取材が連日続いておりますと明かし、マスコミの皆様どうかお願いです。家族、スタッフに対する過度な取材を止めていただけないでしょうか。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げますと呼びかけた。安室奈美恵約1年後に引退へ。安室奈美恵提供写真。安室はファンの皆様へとしてコメントを発表。こんにちは。私が長年心に思い、この25周年という節目の年に決意したことを書きたいと思います。私、安室奈美恵は2018年9月16日をもって引退することを決意いたしましたので、この場を借りてファンの皆様にご報告させていただきます。引退までのこの1年アルバムやコンサート最後にできる限りのことを精一杯し有意義な1年にしていきたいと思ってますとした。モデルプレス編集部コメント全文。関係各位マスコミの皆様へいつもご支援いただきましてありがとうございます。先日引退発表をさせていただいてから一部マスコミの方で詩人である家族やスタッフの自宅、職場などに過度な取材が連日続いております。マスコミの皆様どうかお願いです。家族、スタッフに対する過度な取材を止めていただけないでしょうか。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。